ここに持ってくることをやっている限り長期リピートってのは僕はもうありえないと思ってるんですね、はい、うん、特殊なスキルがあるからできる時代ではなくなってきてるんですよ。業界平均 30% あればいいと言われる中、私の講座に入っている人の 75% は月商100万達成。その秘密を随時配信してます。動画概要欄の一番上にあるリンクから登録してください。はい、今回ね、長期リピートされない理由はっていうふうなところを聞いていきたいなと思ってます。うん、はい。まあ、ね、例えば回数券10回券ですよ。うん、で、それで終わっちゃう、うん、っていうふうになった場合、うん、どこに問題があるのかみたいな話。うん、例えば、まあ、初心なのか、はい、一番最初の電話なのか、うん、それとも、こう、回を重ねることへの、こう、なんか、何回目で何やるとかっていうふうな、ちょっとマニュアル的なやつとかあるのか、ね、まあ、いろんなものはあると思うんですけど、前田先生的に、長期リピートされないっていうふうなところはどこにあるのか、そこについてお聞きしたいと思います。じゃあ真面目に語りますよ、はい、大きく2つあると思います、はい、ポイントは2つですね。1つは何かっていうと相手の目的ですね。1つは相手の目的、はい、2つ目はあなたの魅力、うん、この2つだと思うんですよ。これがうまく掛け合わさった時に、まあ、長期リピートってしていってくれるのかなと思うんですね、うん、まあ、長期リピートって何やねんって言われたらどっから長期リピートか分かんないですけども、はい、その中で長期リピートって痛みがなくなってからも来てくれるのが僕はもう長期リピートかなと思ってて、まあこれね、たまにちょいちょい僕動画で言ってると思うんですけど、この僕たちの元に来てくれる人、整体院とか整骨院、治療院さんに来てくれる人っていうのは基本的にマイナスの状態なんですね。体の状態がマイナスなわけですよ。なのでプラマイゼロの、ここに向かうために来るのが僕たちの治療院に来てくれる人たちなんですよね。なのでこれで来てくれて、これを解決していこうとしたら、もうこれが終わったら卒業なんですよ。予防しましょう、メンテナンスしましょう、まずないですから、まずないんですよ。そうやる人っていうのはよほどもう真面目か、いやメンテナンスしたいんですって言いながら、その人って結局先生に会いに来てたりとかするので、はい、なのでこのマイナス状態からプラマイゼロに持ってくる、ここに持ってくることをやっている限り長期リピートってのは僕はもうありえないと思ってるんですね、はい、うん、なぜかまあ僕やれへんから、自分がやってないのに人にさせるのは難しいなと思ったりするんで。でもこの先があると思ってて、こっからプラスに持っていくものっていうのがあるわけですよ。なるほど、うん、これであれば長期リピートで僕はありえると思うんですよ。ただこうなるとき相手の目的がここに向いてるから長期リピートする可能性ができます、はい、でもあなたとずっとそれをやりたいかどうかは未知数なわけですね。だからここであなたの魅力っていうのが出てくると思うんですよ、はい、ここからここってもちろんあなたの魅力の要素はあるんだけども、どっちかっていうともうマイナスを早く普通にしたい、借金をとりあえず返したいみたいな感じで、借金返し終わりました、もうあなたと仕事なんかしてなくていいからバイバイみたいな感じです、はい、その分あなたと一緒に何かしたいのになったらやっぱ魅力もいるし、相手目的もいるしみたいな感じなんですね、はい、じゃあこのプラマイゼロからプラスに持っていくのは何なのかですよね。相手の目的を痛み取れて OK からそうじゃないんだよ、はい、健康維持はプラマイゼロなのでプラスに持っていく何か、プラスに持っていく何かを相手に目指させることができて、あなたがそれに対して魅力をしっかりと与えているのであれば長期的に続くっていうのは全然ありえると思います。じゃあこれ何なのってなった時に僕がいつも思うのは美容と運動なんですよね。痛み治療とかと比べるとやっぱちょっと潜在的な要素あるよねっていうような感じですよね、うんうん、誰もが痩せたいと思ってるし、うんうん、誰もがアンチエイジングしたいと思ってるし、はい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 、っていうのが永遠のテーマみたいな感じ、ね、だここに対して関わっていくことが僕はすごい重要だと思ってます。で今後僕はこうなっていくなと思ってて、はい、今ここに対して施術するのがまあ、結構流行ってるというかね、勢いがあるのかなと思うんですけど、僕これがね今後こうなると思ってて、はい、ね、セルフケアに流れると思ってます。実はもう自宅で全部解決していきますっていう流れていくと思うので、こっち側をしっかりと仕掛けていける人っていうのが長期リピートというか長期的にその人から収益を生み出すことができるなっていうふうに思ってます。あ、なるほど、うん、運動も自分でするだろうし、はい、綺麗にするのも自分でできるだろうし、はい、いろんなものがもう、なんていうかな、特殊なスキルがあるからできる時代ではなくなってきてるんですよ。治療家さんって自分がやってることを誇りに思ってたりとか、はい、習得するのにね、すごい時間をかけてやってたりとかすると思うので、誰でもできるとか、こう主婦ですらできるとかっていうのは結構こう、
なんか嫌な思い、こんな意味ないでみたいな言う人が多いと思うんですけど、違くて、もう今の時代は誰でもできるものしか価値がないんですよね。誰でもできるもので、結果が得しない人が今までやったことぐらい、いやもしかそれ以上の結果を出すものがどん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 出てきてるから、なるほど、それを仕掛ける側に回る方が絶対に、まあ、すごいことだと僕は思ってて、価値が生まれると思うんで、この流れが僕は間違いなく来ると思ってます。なので中長期的に本当にその人から収益を上げ続けたいのであれば、このプラスの方向に持っていく何かをやるってのはすごい大事ですね。だって森田さん今ね、栄養をしっかりやられて、いろんな補助食品取られて、もう肉体をねどんどん若いらしてると思いますけども、ね、それもだって僕も治療院から買ってるんで、ずっと売り上げになりますもんね、はい、プラスになってて、もうこれ状態になってるじゃないですか、はい、これを作る人が強いですよね。うん、っていう流れをできるかどうかですね。で、ここがまた面白くて、長くしゃべってもいけます？はい。物販と流通違うって話、まあ、どっかでまたやろうかなと思うんですけど、うん、物を流せる人と流せない人の決定的な違いっていうのがあるんですよ。ほう。中戸さんじゃないですけど、はい。はい、基本的に治療家さんって、マイナスな状態の人を相手にしてるんですよ。これ理解してるかどうかは別として、この人を相手にしてるんで、いい状態にやりましょうというか、もうそれ以上悪くない、これ以上やったら悪くなっちゃうからね、そうならんために頑張ろうねみたいな感じでやる人がすごい多いと思うんですね、はい、うん、仕事受けなくなったら大変ですよね、じゃあそうならないために頑張りましょうみたいな、絶対大丈夫ですからみたいな感じ、はい、こっから逃げる、ライオンに追いかけられてるのを絶対助かりましょうね、これ倒れたら食べられますからねみたいな感じでやるんですね。でもライオンが見えなくなったら走らせることができなくなるんですよ、治療家さんって、はい、だから基本的に物販って多いのがこっち側なんですよね、うん、美容商材とかって別にどっちかというとプラスになっていくもんだし、サプリメントとかも結局プラスになっていくもんなんで、はい、ライオンから逃げましょうねって言ってもライオンもう見えてないから先生いいわってなるんですよ、はい、だからライオンから逃げましょうねじゃなくなるんですよ、うん、未来をきらびやかにしてそっち側になろうよっていう風に持っていかないといけないんですよね。わかります？なんかこうアプローチする場所が変わるんですよ、はい、こっちがマイナスから逃げるのにするけどこっちがプラスになっていこうよっていうのに変えていかないといけないんで、ここをしっかりと理解してやってるかやってないかで物が流れるか流れないかでめちゃめちゃ大きな差がなるんで、はい、そういったのもちょっと意識してもらったら変化が起こりやすいんじゃないかなと思います。なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、これまあ長田さん見てくれたら違うって言ったらちょっとコメントで違うって入ってもらったら痛みの、ね、痛いっていう人に対して施術っていう、ね、商品を当てるっていうのはごくごく当たり前なんですけど、はいはい、その痛みっていう需要が減ってきてるのにそこに対してまだ同じ商品当てるかっていうのは、うん、これでもほんま需要と供給で考えたら単純にミスマッチやなっていう。すごい、最後一枚とこまとめて持ってやっぱ過去の自分に言ってあげたいなっていう感じですね、はい、はい、っていうふうなところは思ってますね、はい、はい、ありがとうございました。ということで今回この長期リピートね、うん、されない理由っていうのはどこにあるのかっていうふうなところ、はい、まあどうしていくのかっていうふうなところも含めてお話いただきました、うん、はい、動画概要欄にメルマガのリンクがあります、そちらでプレゼント配布してますのでぜひ、登録してプレゼントを受け取ってください。はい、ではありがとうございました。はい、今回はですね、はい、LINE 頻度の設定はっていう風なところをお聞きしたいと思います、うん、まあ、僕で言うと完全に脳みそが止まった状態で、うん、みんな周り週1やから俺も週1みたいな状態でやってるんですね。で、僕はこうでした。週に1回を1ヶ月、今どれぐらいの数値なのかっていうのを常にこう、うん、理想とギャップをこう考えながら埋めていくっていうのをやって達成しましたね。